井上角五郎昭和十三年九月二十三日は日本の実業家、政治家、東京府平民、人後十変後に朝鮮政府の顧問となる。師匠である福沢ゆきがことあるごとにハングルの使用を解いており、同じく福沢の弟子であった朝鮮開化派の金、飲食らの上層により、構想は八百八十五年一月に休館していたハンスン順法を ハングルも使って再興するよう内名その方を菊谷きちは、自費で、ハングルの活字まで築地の工場に注文。1885年11月ハングルの活字や、印刷機類を携えた、井上角五郎は、ハンスンに戻り、初めて漢文、ハングル混合文体を実用化した、ハンスン集法を1886年1月に、創刊。 更新政変に深く関与し、同じく、福沢諭吉の弟子であった、金玉金、僕へ光と関係を持った。第1回の帝国議会衆議院議員に当選以来、連続当選14回、第47回まで14回第2子を務める。北海道炭鉱鉄道社長、日本成功所設立者、会長、国民工業学院理事長、 慶応義塾表銀党を歴任し、大正9年緑樹法昇華し、京府鉄道、南満州鉄道の設立にも関わった。豪は、貧日の字、おい、貧栄翼から送られた宅園、貧五国不活軍の上村出身。6歳から寺子屋で手習いを、はじめ、8歳から貧五福山藩の儒学者、山室九子に漢字を習い始めるが、学業優秀だったため、 山室の推薦により、飛び級で、福山藩校茂行機関に、特例入学。入学後は、漢学と数学を学び、数学が、特に優秀だったため、潤徳行政となる。1873年、井上家の所有地内にその地区で初めて小学校が、設けられたが、当時14歳の井上は村人に壊れ、その学校の、教師となっている。17歳で、 広島県立尋常市販学校福山文校に入学、19歳で卒業しいくつかの小学校に勤務したが、翌年同居の先輩、小林義直を頼り上京。3月ほどして、小林の勧めで、福沢諭吉の所生となり、慶応義塾に入学、在学中は、福沢家で家庭教師を務めながら同廷内に居住し、1880年23歳で、 本家を卒業。卒業後も、福沢の人脈から後藤を承郎伯爵の所生となり、2年、あまり活動した。1882年8月に発生した李氏、朝鮮の神後事変では、日本公使館焼きち事件や公使一行、襲撃事件が発生し、当時の日本の周辺地域は、外国公使館への暴動が発生するなど混迷を極めていた。 自後条約となる住み物、裏条約の公式謝罪並びに賠償金の借款のために訪日した李氏朝鮮側の関係者に対して外務協の井上薫や福沢が関係者を世話したことが井上が渡り新たする契機となった。同年12月、福沢の指示によって朝鮮政府顧問として派遣された牛場拓造、高橋正信に井上も同行。 朝鮮の一般庶民の意識改革のため、識字率を上げる必要を感じていた福沢は、井上らに、朝鮮の独立と朝鮮人の啓蒙のためには、朝鮮語による新聞の発行が不可欠と訓示した。牛場と高橋は、厳しい情勢に見切りをつけて帰国したが、井上だけは朝鮮に泊まり1883年、外賀門顧問に任命された。井上は、しばらくの間政府の組織、 運営などについてじっくり観察していたが、改革するには王自ら乗り出さなければならないという結論に達した。そこで改革しやすいような雰囲気を作るべく思い立ち、官報に近い新聞の発行を進言した。これが受け入れられ、登竜門に教育、文化を扱う、博文局が設立され、恩憲派の金飲食がその責任者となり、同年10月1日、同局から、 ハンスン・ジュを創刊した。井上は翻訳、編集指導として関わった。ハンスン・ジュは、朝鮮における最初の近代的新聞であった。ところが、同国の保守派の人々は危険分子を助長させるとして反対した。また、新国人は、新国の従属国朝鮮が漢方に独立論を掲載したのは許しがたい行為であるとし、その背後に、 日本があると断じ避難した。ハンスン淳法の文章は当初は循環文であったが、福沢は井上から送られてきた。ハンスン淳法の第1号、第2号を見て、朝鮮には温文があるはずだ。温文を使えば多くの人が読めるようになるだろうと指摘。井上は早速ハングルの使用について検討を始めた。当時ハングルの使用については、保守派があれこれ難癖をつけ、 使用の目途はつかなかった。1884年12月に朝鮮で起こった急進改革派の金玉金、僕へいたかしらによる更新政変は韓国併合の契機となったと言われるが、井上はこの事件の巻き添えを食い、中長公子、竹添新慎一郎や在留法人とともに命からがら首都ハンスンを脱出、日本に逃れた。 1885年早々、井上が朝鮮へ戻ろうとした時、福沢は、行く必要はあるまいと止めたが、井上は、先生が教えくださったハングルの普及のためぜひとも、行かなければなりませんと言って、半数にへ戻った。しかし、博文局は焼け、その復旧に手間取り、ハングルを使うという空気ではなかった。そこでことあるごとに、ハングル仕様の必要性を解き、 ようやく実現の運びとなったが、ハングルの活字を作る職人がいなかった。このため井上は日本に帰り、活字職人二人を連れて、ハンスンに戻った。井上は急ぎ準備を進め、井上の編集指導のもとに1886年1月、ハンスン巡邦の後継し、ハンスン法が創刊された。この、ハンスン法は、 政府公認の公文書としては初めてハングルによる朝鮮文が使用された。ここでは国漢文という日本の漢文訓読体をモデルにした新しい文体が採用されたが、これは日本の漢文訓読体に通じていた日本知識人である井上のアイディア、示唆があったとされる。実際に文体を作成したのは老寿学者の教とされる。 ハンスン州法の発行部数は約3000部。読者は主に役人でこの新聞自体は庶民には浸透せず、新しい文体である国漢文も植民地統治期に漢方などで限定的に使用されるのみに留まったが、新聞にハングル表記の朝鮮語が使われたという点で、朝鮮におけるハングル使用のエポックとされる。同志は井上の指導のもとに軌道に乗ったが、 はじめ協力的だった関係者の気持ちが次第に遠のいていった。背後に、ビンヒラ反日的な保守派が勢力をもたげたからだと言われている。朝鮮の開花を願って、朝鮮へ渡り、朝鮮人と共に行動したにもかかわらず結局、受け入れられず。不満を胸に同年末、井上は帰国するが、井上の帰国した後も、新聞の発行は続いた。 1887年6月には、福沢にアメリカ移住を勧められ、30数名の広島県人者を連れて渡米。この頃、アメリカ本土への移民は、まだ惑星がある地で、労働目的の移民は多くなかった。井上は、カリフォルニア州で農業を営み、時事新報に体験を聞こう。これを読み移民を志した者も、少なくないと言われる。 アメリカから帰国しサイト米の直前、更新政変に関係した角で逮捕された。理由は、更新政変の際、日本政府は改革派支援を約束しながら、形勢が悪くなる特地をつぐんでいるのは卑怯だと、政府批判演説をした、伊藤博文、井上香る両言動員議官を侮辱したというもの。しかも、誰が書いたかわからない事件関係書類が、 関係に押収されており、それが証拠となって管理侮辱罪で有罪判決を受ける。はじめ大審院まで争うつもりであったが、憲法発布による恩赦があるというので、翌年1月に服役2月退社で出国した。1888年アメリカから帰国後、慶応義塾在学時代から地遇を得ていた、後藤祥二郎の大道団結運動に参加。 殺朝反末政治の打破を目標とし、その実現のため政界進出を決意。1890年、第一回衆議院議員総選挙に出馬して、補欠当選。第一議会では、予算問題で政府を支持し、自由党を除名させられる。1892年、離党系の中央交渉部に席を移して、さらに、北海道大港鉄道の社長となり、 外資導入などを積極的に行い、実業会議員として、名を馳せると、これを良しとしない創始の、意の一番の標的となり、たびたび狙われ暴行を浴びた。1891年には、井上に暴行を加えた者たちが、保安条例に基づき議会会期中の退去を命ぜられた。用心のため、仕込み杖を持ち歩き、翌年1892年には、 自由党の創始と名乗る者に襲われ大立ち回りを演じた。この年の東京日日新聞に民党創始が目指すものは一人井上に止まらず、御派議員の早々たる者には全て乱暴を、四角べしとの模様も見えれば、今ほどはいずれにても、いかなる騒動の起こりいるならんも知らずと、うんぬんと過激な創始の発言が掲載された。その後、 国民協会には参加せずに独自の会派を結成するも、後には鉄道国有政策で意見の一致する県政党に入党し、引き続き声優会にも所属したが、財政方針で対立し1901年、声優会を除名された。1924年まで連続当選14回、第1回から第47回までの帝国議会に参加した。なお、 1915年12月3日に大審院で選挙法違反事件の裁判が確定し議員を退職している。井上は後藤翔次郎と行動を共にしたが、後藤は大道団結を呼びかけたかと思うと中立の立場を取るなど変幻自在で、このため政治家、井上の評価も寄与法変集を半ばするものがあった。また、ひどい闘魂面で、 カニコ将軍というあだ名をつけられ、この頃の新聞などにカニの顔をした井上の漫画がよく書かれたり、天然痘が流行した頃、家の入り口に井上角五郎様御宿と書いた紙を貼れば天然痘除けになるという噂が広まるなどこの時代の名物男であった。さらに実業家としても多岐にわたる業績を残す。京府鉄道、南満州鉄道設立に関わったほか、 北海道炭鉱鉄道専務として、鉄道業務機構の開祖、新炭鉱の開発、付帯事業の拡張を推し進めた。経営組織から、薩摩抜と官僚制を除き、近代的経営組織を育成。室蘭鉱の開発に取り組み、北炭社を近代的垂直企業として発達することに全力を注いだ。伊藤博文が、井上の才能を高く評価し支援したと言われる。 福沢桃介は井上が北端専務時代の部下参謀である。井上は製鉄業こそが近代化の根幹であると考え、鉄道国有化による売却収入を利用して北海道で民間による製鉄事業を計画。しかし、兵器国産化を目指していた海軍の説得により1907年、成功と兵器製造を行う日本初の外資導入と言われる。 日本製工所を設立した。さらに1909年には、念願の製鉄事業であった北端和西製鉄場を、設立、室蘭の製鉄業の祖と呼ばれる。これらの事業に伴い鉄道輸送力を強化、テミヤ線、空地線、室蘭線、夕張線などの改良を行い北海道の炭鉱鉄道事業、及び北海道の重化学工業発展に、 多大な功績を残した。1910年とも型弁鉄道創立発起人。1912年宇和島鉄道社長。1916年電気成功所設立に出資。同年、経営不振に陥った京都電気鉄道社長に就任しこれを再建。1918年に京都市に引き渡し、京都市電統一問題を解決した。1920年には、 矢作水力、九百二十三年には、名古屋火力発電所を設立、寄港するなど多くの炭鉱や発電所、鉄道の開発、整備に脱腕を振るった。その他日本で最初に、ブリキの大量生出に成功したり、北海道人造肥料社長、日本ペイント会長、歌舞伎座共同代表、品川銀行、千代田生命保険総合の創立で、取締役、 日本ガストリシマリ役、日本人造権主監査役など多くの会社、銀行、等の経営者、役員を務めたほか、東京商工会議所副会頭、帝国鉄道協会副会長などの要職を歴任した。1909年に国民新聞が手腕ある実業家は誰かとして一般投票を行ったところ最高位に選ばれ、 カニコー将軍という揶揄のほかに、イノスミさんと親しみを込められて呼ばれたこともあった。また教育界においても大きな足跡を残し、国民工業学院理事長として、その創立、経営に努め、工業道徳の振興に力を注いだ。ありがとうございます。